いや、タクト君やばくない？ちょっと。ビジがエグザイルっぽいんだよね、生徒君。カノン君も映えの映えです。うわうわいや、いいじゃん、エイくん。いや、ここのラップからの回流もう無理。ちょっと辛い、良すぎて。良すぎて辛い。Hi guys, welcome back to my channel. とこで皆様、お帰りなさい、コニーです。隣でビデオエディター、デザイナーをしている24歳のコニーです。今回は、ミッションミッションエピソード12、ミッションとウィンマーゾーということで、最終章ですね、を皆さんと一緒にリアクション分析をしながら見ていければなと思いますので、映像のプロがカメラワーク、ビジュアル、ライティングとか、表情管理とかいろいろコメントしていくので、始めていきましょう。最後のパフォーマンス。本当に最後のパフォーマンスになるので、最後のパフォーマンスに臨む前の気持ちと意気込みをタクトから聞かせてくれたら嬉しいです。はい、そうですね、今まで、たくさんのことをやってきて乗り越えてきて、僕はこの期間で人としても、たくさん成長することができたと思っています。今日はもう本当にその全てをこのステージでみんなと一緒にもうぶつけるだけだと思っているので、全力で楽しんでやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、3ヶ月という、まあ、短いようなところなんかすごいね、時期を過ごしてきて、オーラというかね、いろんなことを学ばせていただいて、バイブスがちょっと違うね。今日はそれの集大成だと思うので、学んできたことや感じてきたことをこのステージでぶつけられたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイクするとめっちゃかっこいいな。カメラはどうですか？はい、このオーディションを通して BMSG にこれ隼人くんだよね。ここで3ヶ月という隼人くんだよね。全然違うわ、メイクすると見つけられたらなと思います。このオーディションを通してで、直也くんね、 BMSG に本当にたくさんめっちゃかっこいいじゃん、直也くん。 BMSG に恩返しができるような最高のパフォーマンスを届けたいですし、画面側の向こう側の皆さんにも本当にこの曲を聴いて勇気と希望を持ってほしいので、このステージを最高のものにしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。いいこと言う。はい、これまで本当にいろんな課題を、ビジュがエグザイルっぽいんだよね、生徒が。最後このミッションを絶対このチームで成功させだよね。誰よりも一番楽しみたいと思ってます。劇団エグザイルっぽいな。お願いします。かっこいいな。最後海流、また新しいタイプだよね、BMSG に。話し出したらもうキリがないぐらいの、カイリュ、いいメイクして、もう今4人が打ったのが本当に全てなので、めっちゃかっこいい。みんな最初審査、最後のステージできる自信はあるので、全力でパフォーマンスします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この5人いいな。緊張するなという方が無理なので、しっかり緊張していいと思います、うん、今までのそのみんなが言ってた、決して、うん、決して短くない時間を背負って歌詞を噛み締めて歌ってください。それが多分できると、いいこと言うんだよ、ここまで積み重ねてきた分のご褒美を神様がくれることが ありますから、そういうパフォーマンスが見れることをちょっと楽しみにしてます。いい顔してるな、みんな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう社長のすごい丁寧よね。本当にいい人なんだよ。このクレーンのカメラもあるからめっちゃいいよな、カメラワーク絶対。いやー、こういうことしてたのね。いや、すごいな、こういうこのカメラ使うのは。いやー、あっ、直也くんやばいな。うわなんかもうスイッチ入るとなんか憑依するんだよね、直也くん。すごくない？この表情、こことかさ、もうなんか悪い顔するよね。いやー、かっこいいわ。タクト君めっちゃボーカルうまくない？怪獣かもちろんだけど、いやー、でちょっと表情管理こういうことしてきたりとか、もうな、いや、ステージなんでめっちゃしてるね、タクト君。いや、素晴らしい。
うわすごいね、この動きながらのボーカルの安定よ、ハヤト君さすがです。そしてなんか一人だけちょっといい雰囲気だよね、やっぱりハヤト君。いや、カイリュー君いるとなんかね違う、なんかテイストがすごくなる。なんかさ、めっちゃ歌詞入ってきません？カイリュー君が歌うとなんかジンとくるんだよね。なんか奥深さが、奥行きが出る、歌詞とか音に。カイリュー君のボーカル、うわー本当に最後っていう歌詞を、最後、いやーなんか違うな、カイリュー君の声の仕方すごいんだよな。いやタクト君やばくない？ちょっとどうしよう。いやーボーカル未経験とは思えなくない？タクト君、ちょっとめっちゃ上手くない？普通にダンサーもさ、申し分ないからさ、いや、すごいわ、成長の仕方が。表情管理。マジか。ここまでできる余裕がある、表情管理、彼。すごいな。めちゃくちゃ練習したな、これは。すごいよ。もうこういう感じ。こういう。いや、かけんな、いや。いや。うわ、すごいわ。低いとこもちゃんといけるわ、隼人君。いや、うわうまい、普通に純粋にピュアにうまい。いやカイリュー君のサビはなんか違う、もう本当にあの映画にぴったりな声、エンドロールとか分かってんだ、なんだろうこの表現に困るこの良さ。いやいや、いいじゃんか、タクト君。これ、エイキ君が歌ってたところだよね。エイキ君歌うとこだよね。いやいや、みんないいわ。てか、ボーカルの成長がえげつないでございます。ライティングね、青とパープルで。やっぱいいな、このステージ。のさ。このダンスブレイクもしっかり、いやタクト君ね一人だけ違う、やっぱりなんかねオーラ醸し出すオーラがやっぱりダンサーよね。なんか一人いるだけでえみたいな、ちょっと視線がいってしまう、自然とタクト君に。そういうオーラバイブスをタクト君は持っている。いや生徒君もねいいですよ、ダンスさすがです。彼ダンスね優勝とかしてるし、いやすごいシンクロ、いやいやどうしよう。いやみんないい表情するんだよな、どうしよう。いやなんか意気込み、いや素晴らしいわ。いや表情とボーカルめっちゃ良くなった、生徒くん。未完成の抜き方、光ってよ、ガッテール。いやー横から撮るとめちゃくちゃかっこいいな、生徒いいじゃん、英語のところもすごいさ不安がってたけどさ、 Every step, every way いいじゃん。いや息継ぎどこでしてんのぐらいだよね、このラップラインめっちゃ長いのに歌い切ってくる。うわぁ青で来るか、すっごいわ。い
や歌詞めっちゃちゃんと表現してるね。いやこの力強さや、もうコンセプト分かってんだよね生徒くんも。いやここのラップからの回流もう無理、ちょっと辛い、良すぎて良すぎて辛い。かけがない。この声出せるの海龍くんしかいないね、本当に。マジ存在に感謝よ。直也くん、やばいです。ちょっとクレイジーな顔しちゃうよね。いや、本当に、直也くん、パフォーマンスになると憑依する。完全に、スイッチが入るタイプだわ。はやとくんね、やっぱりちょっとなんか中性的なところあるよねとか、あのダンサーのトレーナーさんに言われてたんだけど、やっぱりあの男性的な力強い声も出せるし表情もできるから、いや表現の幅が人一倍広いよ、はやとくん。やっぱりいやいいわ。ハヤトくんコンセプトに合わせるのがめっちゃうまい。タクトさん簡単じゃない。うわうまい。いやうまいなタクトくん。もうボーカルもめっちゃうまいし、ダンスももちろんだし、申し分なすぎ。いやいい。生徒くんやっぱ力入ってんな。覚悟決まってるもんね、もう練習生だし、さすが。いやカイリュウくんいるグループは本当に多分ボーカルがエグエグになる。唯一無二ではないカイリュウくんの声で、直也くんのもう完全に 120% スイッチング入った直也くんはちょっと誰も止められない、マジで。直也くん普通話してる時めっちゃ柔らかいんだけど、せやねんみたいな、ちょっと関西の子だよね。すっごい柔らかくてスマイリーでポジティブな感じの顔なんだけど、パフォーマンスするともうなんかスイッチがバッて入って、もう憑依するタイプの彼のパフォーマンス、あかんあかんですわ。やっぱね、直也くんすごいんだよ。ほらほらほら、もうすごい、すごい才能だわ。いやー海龍くんの終わり方な。いやーいい表情なんだよ。でもボーカルは本当に唯一無二のこの声質、力強いし、もうコンセプトのバチバチ合ってる海龍くんのボーカル。いやーやっぱりいいんだよなこのセット。もう洞窟でライティング入れるとかずるいわ。やばいわ。ありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとう。いやすごい。もちろんゲットダウンの時みたいな、すごいわ。一人一人どうしようお話しして、なんかこの5人マジでいい。具体的なところでも技術的なところでも、いや直也くんのあこれは表情と海龍くんさすがだな。バイブスの面でも気持ちのコントロールの面でも、あこういうところめっちゃいい。だから隼人くんの表現の幅の広さえぐい。本当にお話ししたいことたくさんあるし、そのくらい、いやー息出てるし、めっちゃすごいわ。外側に表現歌って踊れる楽曲が持ってるレベルじゃないしこれ。いやタクト君の成長とオーラ雰囲気マジで好き。タクト君表現として非常にチームエンター。そしてこのプロジェクト自体の最後のパフォーマンスの時間に、なりました。いよいよですよ。意気込みみたいなものを聞かせてくれたら嬉しいです。カノンから。はい、カノン君
トレーニーになってくれてありがとう。そしてこのイケボ、この5人でできること、そしてここまで僕たちを成長させてくれた関係者の皆様、ちゃんと関係者まで感謝する。もう本当に大人です、カノン君。もう本当に自分のカメラマンとかやって制作サイドにいたら本当この子いい子だなって思っちゃいますよね。思いません？見てくれている方々に何か感じ取ってもらえるようなパフォーマンスをしたいと思います。よろしくお願いします。すごいいいコメントだよ。ではランク、あらすごいいいカメラ、はい、今回すごい最終回めちゃくちゃ気合入ってんだよ。カメラが、カメラマンめっちゃいるしね、多分5人ぐらいいるよね。と向き合ってラン君はね、ザストからさ、なんか多くを語ることはないので、もうここにいる理由と自分が今何ができるのかをここで紹介して、僕を語る理由はないよ。めちゃくちゃかっこいいわ。よろしくお願いします。ごへん。いやーランくんね、僕は小学生の時にこの世界に夢を、コウヘイくんは本当にさ、年齢を気にしてるけど全然いいよ、気にしないで。22なんて若いから、24が言うけど、壁にすごく感じて、正直もうチャンスっていうか、そういうものって来ないのかもしれないとか、そう思った、そういう風に思った時期もありました。でも今こうやってここに今入れるっていうことが、みんなよくこんなにコメントしっかりできるよね。みんなやっぱ本当にしっかりしてるわ。最終まで残るってことはそういうことだね。本当人間性がみんなしっかりしてるから、人生最後のチャンスだなと、こういうコメント望ましていただいたので、その集大成を、人生まだまだあるから、最後じゃないから、大丈夫、お願いします。集大成を。ではリュキ、まずこの環境を作ってくださりありがとうございます。リュキ君本当にさ雰囲気がいいよね、ニコニコ。楽しみで今心がいっぱいなんですけど、うん、こうしてこのメンバーで踊れるのも一人だけ、やっぱ本当に純粋にパフォーマンスを楽しんでるって感じがありますよ。入れたことが、いやいいわ、とても嬉しかったです。とても嬉しかったです。小さい時から自分はアーティストになりたいっていう像を描き、今ここに立っているんですけど、うん、まさかここまで来れているっていう事態も自分の中ではとても楽しかったし、うん、幸せな時間だし、時間でした。でもその分この先ももっとみんなでもっと素晴らしい世界を作っていきたいなと思っているので、素敵な意気込みだわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エキエキ、まずシンプルに野球少年、いや本当に努力家なんだよね彼は。すごく気持ちが上がって、すごい楽しみだっていう感情が今あるんですけど、エキ君の衣装めっちゃ可愛いわ。特に言いたいことは、ミッションという楽曲にロゴ入ってる、込められているので、超可愛くない？一言言いたいのは、このステージに立てるエイ君めっちゃ似合うわ。エイキ君このプロジェクトにかけて超垢抜けてるね。僕たちのと同じ同志を持つ仲間たちはもう数え切れないくらいいるんだっていうことを心の中に置いて、その脱落したメンバーの分もってことね。素敵、自分たちが背負って、めっちゃいい子じゃん。最高のパフォーマンスをぶちかましたいと思います。よろしくお願いします。ぶちかませ、ぶちかませ。そうだね、それぞれに今までも違えばこれからも違うし、今思ってることだって、いや最後のコメント良すぎよ。いい英樹くん、ほんといい子。どんな時でも甲子園目指してたんだってね。音楽は嘘つかないので、同じものが鳴るので、社長もいいこと言うな。音楽の力を借りてしまって、うん、自分が思っていることとか、うん、自分がぶつけたいものとか、そうね、自分が全力でとか、そういったものに音楽の力を借りて、存在になってしまって、力を乗せ、最後のパフォーマンス、ね、楽しみにしてます。乗っかってね、よろしくお願いします。チームエンター、チームエンターですよ。ラン君いるからやっぱね、まとまり感が多分すごいんだよね。あー緊張するね。入りのこれをめっちゃかっこいいよね、ここのこうなってるところ。いやー、でカメラジンバルでやってるよ。だからカメラいっぱいあるから、そういろんな角度から撮ってきそうよね。いや、コウヘイくんいいじゃん入り、力強い。ダイヤナスターナイ、
しかも横からも撮ってくれてるし、それぞれのメンバーソロでちゃんと抜いてくれてるし、いやすごい。キコに、待って、ちょっと待って、じゃあカノン君もめっちゃよくない？いや、キコの表情感にかっけろーのところのちょっと目を使った男らしい感じ、いやカノン君めちゃくちゃ表情いい。ここいや、カメラちゃんと3カメぐらいだと思うんだけど、見てこうやる感じ、もうやばい、表情管理がやばい。フォーカスずれちゃったんだけど、カノン君でラン君がまとめてくるんだよ。いや安定してんだよな、ラン君としても。いや下半身のコレオの動きがすごい、やっぱ力抜けてるからすっごい柔らかいよね。上からのアングルとか撮ってるよ、カメラマンさん、カメラマンっていうかカメラ。リュウキ君いいね、リュウキ君ね、力強い。いや、いいじゃん、エイくん。ステンドアップのところから。もう最高です。もう一回。ここからで。力強い。いやー、いいね。なんかね、目で語るタイプだよね、エイキくん。わかります？目で語るタイプ、彼は。あの、パフォーマンスで。覚悟だよね。やばい、カノンちゃん。カノンくん、いやー、ちょっと得意な低音ちゃんと活かせてるよね。で、ほこりゆとのところ、ちょっとさ、ハスキーな感じなんだよね。ここがまた面白い音色を奏でるカノンくん。そして美術ガチン、いやすごいな、この音の取り方と。いやー、カメラ目線、いやーかっこいい。やカノンくん、ちょっとね、どうしよう。表情管理もね、年齢まだ高校生っていうぐらいの表情管理、大人っぽい。コウヘイくん、コーンめっちゃうまない？いやー、コーン、いや締まるね、コーン。このこれをめっちゃかっこいいんだよ。で、1の4になってるの、カメラマンが、てか、あのスイッチングしてる人が上からちゃんとやってくれてるわけ。いやー、ここよ、ここライティングってちょっと見ていい？ライティング、もううるせえよって思う。紫でしょ、青でしょ、で、めっちゃ後ろの奥の方からもスポットライトで入れてるのよ。このムーディーな感じね。青とパープルって、そう、まあ、同系色だから、まあ、あの、そう、似てるんだけど、一緒に合わせるとすごいおしゃれな海外っぽい色になるんだよね。いやー、いい。もうランくんさ、もう髪がかかっちゃってさ、あんま顔が見えないぐらいのこの感じ、セクシー。裏声でいくかと思ったらめっちゃえぐってきた。あー、やばランくん、いやー、もういつも見せてくれます、彼は。いや、横からのショットめっちゃいい。カノンくんも映えの映えですございます。ライティング赤も入ってるね。赤も入ってるから、ここら辺のさ、3分の1ぐらい赤入ってるからめっちゃかっこよくなってるね。キくん、横からのショットもいいよね、コウヘイくんあたりの。正面、横みたいな。いやー、いいわ。めっちゃいい。君が待つことで待ってるからだ。いや、いい。落ち着いてる、最年少。いやー、声量があるなー。いや、煙も
焚いてるよ、見えます？そう、でライティングが煙を突き抜ける感じで入ってるからめっちゃおしゃれな、しかも洞窟でしょ、洞窟と煙っていうコンビネーションはずるいでございます。いやーすごいわ、ここ好きだわ、ここのトゥントゥトゥントゥン、いやこのこれはめっちゃかっこいいな、めっちゃ、いや普通に揃ってるよね、シンクロ率すごい。え、りゅうきくんもいい表情するし、えいきくんのやっぱ眼差しがいいです。で、かなおくんも落ち着いてるんだけどすごい大人っぽい表情するから、紫と青のライティングがめっちゃ合ってるけど。いや見た今のかのんくんの表情、うーん楽しんでるな彼、見てかのんくん楽しんでるんだよ、うわーえぐ、いや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 、でこね、いやカメラがさいいところでスイッチングしてくれるんだよね、いやこことかね、トンタンタンタン、いやーで正面カノンくんの正面やばい、うーふふふふふふふ、ラップきた、うわやばいなラップ、ゆうきくん、うわ結構低い声でくるんだね、結構えぐってくるんだね、人はだみかんすすごいわうわナイスな寄りだわカメラマン、うわ動くねカメラ、うわかっこいい、うわ長いなんだよね、このラップでどこで息継ぎしてんだろう、すごい、いや結構ね声の息の抜き方とかがうまいんだよな、このラップすごいきつそうな感じで歌うんだけど、でも低いじゃない結構、いやちゃんとコンセプト分かってるよね、さすがです、 Every step, everywhere、 うわうまい、いやここのショット、いやかっこよ、ここのショット見た今衣装を映す、ここのなんかちょっとなんかブレ感のあるエモい感じのショットで、ちゃんとリュウヒ君に戻すってやつで、横からのサイドショットで青のライティング後ろみたいな、いやーもう洞窟が生み出すこのなんかエモいミステリアスな感じよね、やっぱあ、いや青と赤とパープルでしょ、この3色はめっちゃ映えるよね、映えるのよね、で黒の衣装だからレザーとかに反射してめちゃくちゃかっこよく映るんだよね、いやちょっと待って、野球少年でしょもともと、こんなにボーカル成長したのか、まあ、本当に努力家実ったね、えいきくんね一人だけねダンストレーナーさんのマニーさんとかに質問しに行ったりとか、もうめちゃくちゃもう優等生タイプなのかで、そうだからちゃんとボーカルも突き詰めてディテールまでこだわってるよね、出し方、声出し方とか、いやいい、ライティングが全体的にブルーっぽいパープルに今一色になりましたと、ここはちょっと若干メロディーが落ち着いてきたからね、それに合わせて、もうそれも素敵でございます、ね、いや目のさ、こっからこうやってここもうつぶ目つぶっちゃってるんだけど、もうこういう表情管理もあり、浩平くん結構出るな声量、てかうまいな普通に、高音もうまいし、普通ぐらいの高さとかも結構声の厚みがあって聞いてて迫力がありますね。でランくん、いやいや なんかランくんの安定感な、浩平くんのさ寄りのショットでさ、後ろから超いいとこにライティングが入っててさ、煙もさバックグラウンド見えてさ最高だな。この曲ねマジでいい楽曲が、社長さすがだよね、てかえいきくん表情管理見た今、ここのいやここの表情管理、いやいい感じの表情するね、全て分かってんだよ、もう俺分かってるからみたいな表情をちゃんと顔でしてくる、歌に乗せてカノンくんカノンくん
やばいなこれ。どうしてこんな表情できるのこの子。これよ、見てるみんな、ちゃんと見た、カノンくんのここのエモい、なんかもう誰かじゃない自分がまだそこで待ってるから、待ってるからっていう表情。いやこんな大人びた表情できる普通。すごいよ。いやカノンくんちょっと表情管理かな、このボーカルやばいっす。簡単ね、ハスキーなんだよね、抜き方が大人じゃない。いやうまっ、あかんわって書いて、もうトレーニーになったのは知ってるんだけど、いや本当に社長いい宝石を見つけた、あのもうこれからちゃんと育ててほしい、本当にマジで頼んだ社長。うわーもう魂入ってるねこれ、ゆうきくん。もう今までのあの合宿とかの全部の魂込めてきたねここに。いやもう感じない、もう鳥肌立ってるんだけど。ちゃんとカメラマンさん拳に寄るの、いやもう完璧で、上からのショットだし、いやもう全てが完璧でございます、うん。いやエイキ君ね、エイキ君いいな、エイキ君いいな、エイキ君いると締まるな、ボーカルコンセプトにめっちゃ合ってんだよねエイキ君。いや本当にカノン君の表情感ちょっと大人っぽすぎてえぐいな。でボーカルもちょっとなんかずっと聴いていたい感じですよね。低音で見せてくる唯一のボーカリストですよ本当に。いやー BM 世事に入ってよかった。コウヘイ君もねいいんだよね、分かってるよね、なんか自分の見せ方をね、自分のできること 120% でやってくるコウヘイ君素敵です。はい、でライティングもう本当にライティングいいな。洞窟の中でさ、ライトブルーパープル赤入れたら絶対失敗しないからね。いやーもういい、この5人デビューでいいんじゃない、この5人。うわ魂入ってるねエキ君。いや終わり方もいいなーいいな、ここ上からのクレーンのカメラでこういって上で終わるのね、で下がっていく感じね、エモいです。ライティングが棒がポンポンポンで5本ぐらい入ってて後ろから、いや素敵です。暗いから、めっちゃ暗いからこういうライティングができるんだよね、煙たいて。いやいいロケーション選んだわ。素晴らしいパフォーマンスでした、ありがとうございました。うん、もう良すぎ。よくこうすごい神がかったパフォーマンスだみたいなのが生まれる時っていうのは、要は多分感情と技術が噛み合った時っていうか、めっちゃでけえ感情に対して技術が支えきれてる時っていうのがそういうパフォーマンスになると思うので、はい、だから特に基礎みたいな技術ってマジで大事だって思うんです。でもちろんまだデビュー前の君たち、いやーよくない、全員デビューでずっとずっとその瞬間浴びれたっていう、よくない普通に。まだないと思う、正直その感じはしました、うん。だけどすごいフィードバックもいいよね、フィードバックの仕方がめっちゃいい社長。感情もそうなんだろうね、今まで積み上げてきた感情みたいなのの天秤を何回も何回も見ることができて、うん、それは確実に今まで努力してあったね。エイキ君のとことか、ユウキ君のこことか、片鱗が見えたね。言語化うまっ社長。その感情自体を片鱗をすごい見せてもらったことっていうのは、いやー、ね、素晴らしい。見てる側の胸にやっぱ来てしまうし、なんかまるで自分も一緒にステージの上上がらせてもらってるような。だから結構カメラマンさんいるんだね。1、ここだけで2でしょ。計5、6でクレーン5とかいるね。すごいよ。ものすごくステージエモーショナル。ステージ洞窟にセットしちゃうしね。それは
すごいです。ちょっとね、ごめん、カノン君の表情管理とボーカルに驚きました。はい、でラン君は相変わらずの安定感で、エイキ君はもうほんと顔で語るタイプ、でボーカルもね安定してんだよね。エイキ君もう野球やってた人とは思うことは思えない。でリュウキ君はめっちゃ魂入ってる、めっちゃパフォーマンスをね 100% 楽しんでるよね、言ってた通り。すごいわ。ということで、ちょっとこのパフォーマンスの動画を一本として上げて、この社長の、結果発表のところの、あとコメントのところは別動画で上げたいと思いますので、よかったらそちらもアップしたらぜひ見てください。ということで、Thank you guys for watching. Stay safe and healthy and see you guys in the next video. And goodbye!